久保さん。久保さんの方が長いですね。一人でやり始めて、40歳から始めて、も、まあ、8年ですか ?7 年、8年。まあ僕4年過ぎましたけど、そうそう、これね、今日はね、あんまり話してない話っていうね。あの、久保さんが僕のちょっと過去に触れていただいたので、僕が自分自身で過去を掘り下げていこうかなと思うんですけど。<laughs> あの、その会社辞める時に、あのー、 なんだまあ、僕がね貸し付けてたお金っていうのがあってでそれは、まあ、僕自身も僕の責任要は、まあ、結論自分が一応うん一応グループ会社の社長うん、まあ、社長は社長ですけれどもまあグループ会社の,の社長なのでグループ会社全体のっていうのもあるとは思うんですけど一応社長なんで社長が結論を持つっていうのは、まあ、当たり前だと思うんですよ。 だから売り上げが低迷したっていうのは自分の責任、人を動かせなかった。えー、人材をうまく配置できなかった,だったりだったりとか、まあそういう、ね、最終責任は社長にあるわけですから。だから、うん、それでも従業員にね、金払わないといけないですから、固定費とか。まあそれで貸し付けたお金っていうのは、まあしょうがないなと思ってた部分があるわけですよ。 で、ぶっちゃけその上にはね、あんまりお金の話は僕、ほとんどしな、十何年働きましたけど、給料上げてくれっていうのも一回も言ったことがないし、お金に関してはほとんど言ったことがないんですよ。うん。どれだけ会社の売上のボリュームが上がったとしても、別に自分の取り分に対して言ったことないし。で、僕がね、これね、実は裏話なんですけど、裏話っていうか表話になりますけど、あんま言ってないと思うんですけど、 でちょうど会社辞めるあたりなんですよ。で、会社辞めるあたりに、身内でちょっと不幸がありまして、ちょっと交通事故にあったんですよ。で、それで、まあ、ちょっといろいろお金のが、ちょっと必要緊急で必要になったんですよね。で、それで、あのー、会社のね、えー、辞めるときに、あのー、あの貸し付けてた、一応、まあ、グループ会社なんで、一応ね。なんででそれで あのー、もういく、すぐ、すぐ欲しかったっていうか、必要だったんで、ねお、お金ないわけですよ、僕も。で、その会社に貸し付けてた分があるから、つって、それを一応全部データ出して、バンで出したんですけど、こう見られなかったですからね。あれ、多分ね、一生忘れないですね。 <laughs> あの、エクセルのデータ全部ブワーって今までの貸し付けた日にちだったりとか、いくら会社に貸し付けたのかとか、全部データ出して、印刷して、テイ上に提出したんですけど、フーでしたからね <laughs>。<laughs> マジか、みたいな <laughs>。で、たぶね、その時もあの、僕、あの、こういうことがあったんです、みたいな。あ、まあ、ずっとお金のことは言わなかったけども、こういうことがあったんで、まあ、あのー、まあ、返してほしい、みたいなね。 貸ししし付けたた分返していいみたいなでその時にやっぱ見られずに、あのいや、それは、あの、なんとかするしかねえと。それは社、社長の責任やろうと。あれはね、でもきつかったっすけどね。いや、もう結構会社、まあでもね、すげえジレンマですよね。十何年一応、その、会社が潰れそうな時も、 多分僕以上に働いた人いないし、相当まあ会社には貢献してきたと思うんですよ。僕以上に貢献してきた人いねえんじゃないかなぐらい相当働いたし、まあ実際売上げ上げてた時は上げてたし、うん。だいぶ貢献したとは思うんですけど。まあでもね、それ言われた時に、ふって切れたのありますね。あこういうことだみたいな。 でもね、あの、あの時はす、すげえ複雑な心境でしたよ。まあ、正直その、身内の、で不幸があったので、本当にお金が急に必要だったんですよ。僕もじゃあそれがなかったら多分言ってなかったかもしれないですよ。もう自分で抱えて、まあ言ってたと思うんですけど、それがあったんで今言ったっていうのもあるんですけど、でもそれでも羽ねのろけられたんで、それでね多分ね、 あれがでも良かったのかもしれないですね。すげえ吹っ切れましたね。あ、でもこういうことなんだな、みたいな。一人で稼ぐっていうのは、まあその社長だった、社長の責任っていうのはこういうもんだし、あだから、この最後の爪の甘さですよね。そんなの身内の、身内の不幸であろうが、人に騙されようが、何にしようが、別に関係ないんですよね。結論言うと。まあこれ、厳しい言葉ですけど、 だ関係ないですよ。そ,そ,それがどうしたのみたいな。まあ、そのお金っていうのはお前が、あの、なんだ、あの、責任、うん、売り上,上げ上げられなかったただそれだけだろうってそ、それが悪いんじゃないみたいな <laughs>。本当そうなんですよね。だから、あの時、だから、うん、今を振り返ってみると、あの、あれがあったから今があるかなっていうのは、すごく感じ、なんか、プチンって切れましたね。 プチン何かが切れたような気がします。あの時に。でもすげえあの時はね、すげえ葛藤がありましたね。やっぱ助けてほしいっていうのはやっぱ正直な、助けてほしいっていう思いがあったから、別にその貸してくれって言ってるわけじゃなくて、貸したお金を返してほしいみたいなね。でもその貸したお金っていうのも、なんだろうな。いや、自分の責任やろうって話で。うーん、なんか、でも思ったのが、あ、これグループ会社の意味があんのかなみたいな。 <laughs> グループ会社の意味があるのかなみたいな思ったりも、いろいろ考えましたね。いろいろめちゃめちゃ考えましたけど。うん。だけどまあ、今僕がこうや、一人でこう、いろんなことを乗り越えられたのも、あの時プチって何かが切れたからかなと思いますね。うん。だからそのやっぱりその、結局自己責任ってことなわけですよ。自己責任っていうことですね、すべては。 やっぱ一人で稼ぐ、一人で起業していく社長になるっていうのはもう全部責任全部自分なので、やっぱその、稼げる保証を相手に求めている時点で稼げないですよね。多分。ってか、無理ですよね。どれぐらいやったら稼げますかっていうのも永遠にいただく質問ですし、あとはなんだ、初心者でも大丈夫ですかとかいう質問も永遠にいただきますけど、多分それを言う人っていうのは、多分一人で稼ぐことは無理ですよね。 うーんだから、まあ、からあの事件があって僕一皮ちょっと向けたなっていうのは、あの、すごくありましたけどね。はっっていう、なんかもう、なんか風船を、風船をパーンみたいな、パーンみたいな感じでね。パーンみたいな、見られないみたいなね。もはやデータ見られないみたいな。マジかみたいな。俺どれだけ貸したかのか見られてないみたいなね。結構会社に貸してたんですけど。 貸しけけてたんですけど見られないみたいな。見られないみたいなね。マジかみたいな。うん。うん、まあいろいろありましたけどね。まあでもあれがあったからっていうのは今思うと本当にそう思いますね。うん。はい。でも多分ね、おそらくなんですけど多分ね。うん まあ、久保さんもうすうす感じてるとは思いますし、僕もまあ知ってるんですけど、まあ大抵の人は本当無理だと思います。一人で稼ぐっていうのは。一人で稼ぐっていうのは無理だと思います。だってサポートを受けてもね、例えば、えー、久保さんのね、速化塾に入りました。僕のドリームアカデミーに入りました。じゃあ入ったら間違いなくサポートを受けられるじゃないですか。じゃあ一人じゃないですよね。アドバイス受けたりとかサポートを受けられるわけじゃないですか。 でも、それでも、それでもやらなくなる人いるわけですよ。うん。じゃあ、これサポートなしで一人で、全部一人でね。確かに、まあ僕も結構言うんですよ。昔に比べると情報たくさんあるし、ね、ノウハウなんかそこら辺に落ちてるし、一人でやれば、いや、やり方わかるんだから、できるでしょ。って結構言ってるんですけど、まけできないですね。<laughs> 多分できない。そんな甘くないんで。 やっぱね、一人でこう稼ぐっていうのはほんとねこのねやっぱマインドっすね考え方というかマインドというか鉄の心というか自分でね全部背負ってでも前に進む勇気あんのかとかなんかその言葉でうまく表現できない部分ありますけど全部自己責任なんでうーん ね久保さんうん、だからどんなことがあったとしても前に進める進んでいく勇気はあんのかそれを成し遂げる自分はこうしたいっていうねほんとに、まあ、よく成功者の成功してる人がね、まあ、孫正義さんとか稲盛さんとかあの松下さんとかなんか、まあ、そういう本当にぶち抜いた人たちがあの人ぶち抜いてるじゃないですかぶち抜いてる人たちがよく言う言葉はなんか。 なんか、あ、当たり前というか、なんか、当たり前のことを言うじゃないですか。綺麗事というか。だも本当にそのと、それしかないかなと思いますよね。だから、堀江さんで言うならば、成功する条件、堀江さんを成功するために何が必要ですかしつこいみたいな。しつこいみたいな。ニュースピックスの、あの、やってましたけどね。なんか、成功するために何が必要かと。ビジョンとかね。なんとか信念とかね。なんか、いろいろこう、社長さんがね、こう、 出してたんですけど堀江さん、しつこい。<laughs> で、そのビジョンとか、あの、信念とか言ってる人と、なんか、ちょっと言い争いしてたんですけど。<laughs> で、堀江さんが、いや、そういうの、まあ、大事かもしれないけど、そういうのじゃないんすよね、みたいな。まあ、そう、そういう、なんか、そんなんじゃなくて、とりあえずしつこいんですよ、みたいな。 でも僕はね、その、堀江さんが言ってる、まあ、そういうのじゃなくて、ビジョンとか信念とかそういうのじゃなくて、なんか、なんか、とりあえずしつこくやるっていう、ただそれだけかなっていう。<laughs> な、んかね、マジでやり抜くと、うん、そこしかないですよね。多分、だから、やった人でしかわかんないでしょだから、やってない人が聞くんで、結局のところ。 ここポイントですね。めちゃくちゃポイントで、成功してる人の言葉だったりとか、発言とか、やってない人が聞くんで、なんかこの温度差めちゃめちゃあるんですよ。わかりますだ僕はなんかその話を聞いてすげえわかるんですよね。わかるというか、あ、やっぱそうだよね、みたいな。 いやしつこくないと無理じゃねみたいな。確かにビジョンとか信念大事だよと。大事だけど、結局やらなければ何も始まらないし、じゃやるっていうのも相当しつこくないと、あの、結果出るまでしつこくやるしかないんで。うん。だって結果が出るまでしつこくやるしかなくないですか他にあんのかっていう。だから、堀江さんのあのしつこいっていうことは僕結構ね、すげえ、うん、超な、超絶納得しちゃいましたね。うん。結果出るまでしつこくやるしかない。 それ以外何者でもない。そこにやりたくないとかやりたいとか好き嫌いとかどうでもよくて。結果が出るまでやると。で、あとは結果が出る可能性が高いものにフォーカスしていくってことですね。だ僕も動画ね、最初、裏方でずっとプロモーターみたいな感じでコピーライティングとかずっとやっててね、動画でこう喋るなんて嫌いでしたよ。苦手だったですよ。だけど、結果が一番出るものって何かって SNS、 無料のプラットフォームで見たとき、YouTube、動画、動画コンテンツが一番結果が出やすいっていうことは僕は知ってたので、だから自分がやりたいとかやりたくないのはどうでもよくて、結果がビジネス的に結果が一番出やすい。じゃあ動画やろうってことで動画にもう完全フォーカスして、プわーってやってきましたけど、あとセミナーもですね、セミナーも最初バンバンやってましたから。 セミナー多分初動で毎月2、3回やってましたよ。久保さんもすげえやってたと思いますけど、セミナーやりたくないっすよ。セミナー会場を抑えるとかね、集客して、で、セミナーでバックエンド売るとかめんどくさいし、人前で喋るのは苦手だし、恥ずかしいし。だけど、一番結果が出やすいものを選んでやってきた、しつこく。で、結局そのしつこくやった結果が、今コンテンツすげえ、セミナー映像もいっぱいあるんで、 いくらでもまた売れるんですよ。久保さんとね、あの、イリュージョン、イリュージョン1、イリュージョン2、イリュージョン3、イリュージョンファイナル、この億万長者合宿、これ5回やりましたらね、イリュージョンもね、しつこくね、3, 3回でファイナルの合宿もやったからね、イリュージョンファイナルみたいな。合宿もやりましたね。そうしつこいですわ、ね。<laughs> しつこくやりましたよね。だからまあ、うーん、自己責任ですね。 なんかこれが本当にできない場合は、あの、保証がされている、保証の世界で生きれば生きるしかないと思います。ハローワークとか、タウンワーク見て時給いくらです。じゃあ時給いくらをちゃんと振り込みますよと。時給いくらふ振り込みますよと。月給いくらを振り込みますよ。っていう世界で生きるしかないですよ。うんだ一人で稼ぐっていうのは、給料は自分で稼ぐわけですからね。 だから、もらう、なんか、これ、もらってるのを稼いでるって勘違いしてる人はやばいですね。これ、ちょっと本当にパラドックスというか、会社から給料をもらってんだけど、振り込まれてんだけど、これを自分で稼いでると勘違いしてる人は、ちょっとやばいですね。これは、ちょっと一人で稼げないです。うん、よく昔はね、なんか、会社の、就職するとなんか、ありがとうございます、うちの息子をよろしくお願いします、みたいなね。なんか、この、 なんだ社長さんになんかプレゼントとかなんかお、お、お、そうし,そうしなを行ったらしいんですよね確か昔は。うちの息子よろしくお願いしますみたいな。なんか昔は。だ、それぐらい会社にお世話になるみたいなのがわか,かります。なんかそういう感じなんですよ。会社にお世話になりますみたいな。うん。だから自分で会社に出社して稼ぎに行ってるように思えてもらってるわけですからね。じゃあ、じゃあ、 仮に100歩譲ってですよ。会社で稼いでますっていう人、今からネットビジネス一人で稼げますか多分無理ですね。自分で集客して、自分で商品作って、自分でセールスして、自分に信用をつけて、自分でこう売っていくっていうのはできますかすぐできますか多分すぐできないんですよ。俺は会社で稼いでるぜみたいな。まあ、よくある話が、会社の営業マンで、 あのめちゃめちゃ日本でトップクラスで売ったりとかして、俺はめっちゃ売れるすげえぜ、みたいなね。で、一人で独立するんだけど、全然相手にされないみたいな。で、相手にされないくて、気づく、はっと気づくっていうね。あ今まで会社の名刺、会社のブランド、会社の信用、会社の歴史があったから、あの売れてたんだ、俺じゃなかったんだ、実は、みたいな。実は俺じゃなかったんだ、みたいな。テレアポしても、誰ですかみたいな。断られるみたいな。もはや社長までいかないみたいなね。ほんと、そんなもんですからね。うーん。 だトヨタの営業マンでめちゃめちゃ売ってたとしても、一人で独立して、自分のじゃ自動車作ったとするじゃないですか。売れます <laughs> どう、どうすかね。たまあ、自分で自動車作るっていうのもまじ、あ、ちょっと難しいと思いますけど、これはね、やっぱね、やっぱ別次元なんですよね。一人で稼ぐっていうのは、ほんと別次元だと思います。だからここのマインドシフト、 完全にこのマインドシフトしない限り、一人で稼ぐっていうことはこういうことだよっていうのを、本当にやっぱ、でもそれはね、やっぱやっていく中で、いろんな失敗していろんな経験して、こう、落とし込んでいくしかないですね。最初から理解できないです。最初から理解できる人とか、最初から腑に落とせる人はいないです。なぜならば、こっちの世界の方が長いんで、給料をもらうっていう世界観でずっと生きてきていますから、就職しましょうっていうレールで生きてきて、 だから一人で本当に自己責任で生きていく一人で稼ぐっていう世界は体験してないのでだからこれはね非常に難しいんですけどまあもしそこを行きたいんだったらいっぱい失敗しても乗り越えていっぱい失敗してもまた乗り越えてとにかくしつこく結果が出るまでやり続けるしかないんでうん。であのなんだ 言い訳を言ったところで誰も救ってくれないですし、言い訳を言うと結局、なんか自分が惨めになるだけですよ。うん。うん。<laughs> そう。だからなんかね、みんな自分を惨めにしてるっていうね、うん。一人で稼ぐっていうのは言い訳不要ですから、結果が,すが全てなんで、給料は自分で稼がないといけないですから。うん。だやるのは当たり前。 やってし、やってもうまくいかないのは当たり前。それでも改善して、結果を出し、結果にこだわっていくのか、結果を出すっていうことにこだわっていくのかっていう話ですね。うん。な感じですかね。あ、そうそう、久保さんね、これちょっと長くなっちゃいましたけど、長くなっちゃいましたね。久保さんのね、ちょっとびっくりしたんですけどあ、11月からちょっとやろうと思うんですけど、あの、僕チャンネル登録者数3000人ぐらいじゃないですか、なんかメンバーシップ来まして、 マジかみたいな。俺、チャンネル登録1万人ぐらいいないと無理なんじゃないと思ったら、なんかあの、これ、ビ、ちょっと、驚きも,ものき三種の木で。<laughs> 3000人っすよ、僕。3000人で、10月10日メール来てましたね、なんか、G、Google から。R34 マガジン様、新しくメンバーシップをご利用いただきます、みたいな。これ、ちょっと嬉しかったですね。これ、11月からもう速攻やりますけどね。<laughs> メンバーシップ。結果出していかないといけないんで。メンバーシップもとりあえずやってみるっていうね。とりあえずやってみると。チャンネル登録者数3000人でメンバーシップどれぐらい入るのかなっていう。これも面白くないですか逆に。あの、チャンネル登録者数めっちゃ少ないけど、メンバーシップどれぐらい入るのかなみたいな。今ね、メンバーシップどういうコンテンツ作ろうかなってずっと考えてるんですけど11月から。そう。いや、ちょっとね、チャンネル登録者数3000人でメンバーシップできるっていう、こう、ちょっとネタになりますね。 これまた別動画で撮りますけどね。ネタになるんで。はい。ということで、いろいろ長くなりましたけど、あの、終わります。いってらっしゃい。